スーパー一つで全部お買い物を済ませるんではなくて、お魚はお魚屋さん、野菜果物は八百屋さんで新鮮なものを買うようにしてます。おにぎり、おしゃれ、おしゃれですね。さすがバルセロナ。おーで、蒸気じゃないよ、なんていうの、うん、なんか出てる、冷たいのが。キロメートルゼロっていうのは、この辺のあのカタルーニャ地方のとかこの辺の地元の果物ということです。へえ。MC の豆助です。よろしくお願いします。この番組はですね、世界の料理を知れば人生はもっと楽しいというコンセプトで、世界の料理好きな皆さんと食にまつわる情報で異文化交流しようという番組でございます。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっております。よろしくお願いします。お願いします。はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。あゆみさん、なんか今日はバッグがあのいつもと違う感じのものが飾ってますけど、これなんか、はい、あのアスカってこれ、アスカ、アスカ、アスカさんのタイブのなんかタオルかなんか、ツアーグッズなんですけど、手ぬぐいなんですよ。これあのアスカさん、あの剣道をされてるんですけど、あ、そうなんだ。頭にね、巻くらしいです、手ぬぐいを。それで、それから、あー、すごい、いろいろあるの。もうニコニコして、顔がもうなんかスカさん。はい、では今日もこの3人と一緒におしゃべりするだ。わーん、わーん。今回のテーマはこちらです。私の買い物術。買い物といってもそこには新鮮なものをどう選ぶのか、あるいはどうすれば安く買えるのか、さらには体に悪いものは入っていないのか、皆さんの買い物の基準、テクニックを今日はご紹介ください。まずはひろこさん、あなたの買い物術を教えてください。はい、ですね、私はスーパー一つで全部お買い物を済ませるんではなくて、お魚はお魚屋さん、野菜果物は八百屋さんで新鮮なものを買うようにしてます。まあ、だからといってスーパーが新鮮じゃないってわけじゃないと思うんですけど、今までの経験上そっちの方がいいので、やっぱり新鮮なので、うん、そうしてます。でまずはね、ちょっと行きつけの八百屋さんがあるということで、はい、そちらの方から見てみましょうか。はい、うん、はい、お願いします。オリジン、おしゃれ、おしゃれですね。さすがバルセロナ。これ ねチェーン店なんですけどね、カモメにある。いや、でも綺麗。おー、で蒸気じゃないよ、なんていうの、なんか出てる、冷たいのが。うん、アスパラがあって、トマトもね、いろんな種類がさすがありますよ。あ、出た。この間見たようなトマトがね、しょうこちゃんね。これで結構買いますね、うちで。結構買って。本当ですか。このスライスにして食べるんですけど、でリンゴもいっぱいあって、で、そう。わあ、でいろんな桃がね、いろんな種類の桃が。これチェリーと、なんですか、これはチジク、そうです、チジクです、うん、チジクです。あー、長細い、長いね。大きい、でかい、大きいですよ、結構、うん、あー、そうそうそう、あ、ワインとかも、そうなんです。あゆみさんとかなんか気になるものありました？あの蒸気が出てるやつね。うんうん。あのお野菜のやつ。うん。私らの近所のスーパーでも一時期それがね導入されて。お。だけど、うん、コンセプトはすごい頑張って考えてやってはるんやけども、うん、温度調整とか間違えてたみたいで。めっちゃ違う違うになったり、半分凍ったりしてて、もう近づかなかった。ああ、よくない。うん、これはちゃんとすごい全部綺麗ですね、うん、新鮮だったから、うん、で冷気ってことですもんね。そう、冷たい、うん、冷気が出てて、今のところ凍ってないですね。凍ったとこ見たことない、まだ。そっか、ありそうでないのか、ああいうのって。日本はどうなんでしょう。
なんだろう、冷凍室みたいなね、なんかあのレタスとかは置いてるけど、あそこまではなってないかな。言われてみればって感じ。野菜を、うん、野菜を冷やして置いてるところがあんまないですよね。その、はい、限られてますね。もやしとか、あとはなんか葉物とか、まあ、冷やされてる、ね。まだなんかクーラーの前ぐるところにあるっていうイメージだけど。店自体が寒いから多分それでいいのかなって。で、しょうこちゃんはどうでした？なんか気になるものありました？あのアスパラめっちゃ多くなかったですか？あの量自体が、ね、あんなに多いものか、ね、量はね、やっぱり日本と比べると、日本って本当にちっちゃなパック、何でもお菓子にしろ、箸、ね、にしろ、はい、あ、そうですね、パックがちっちゃすぎて、桜子なんかも何買うにしてもやっぱりちっちゃいじゃない？うん、そうですね。だから、うん、アメリカなんかと比べたらもうすごいと思うんだけど、アメリカもジャンガーって感じですよ。だからこっちも量はちょうどいいかな。もちろん食べきれない、うん、じゃあ食べきれないけど、でもあれぐらいないと、うんうん、ね、家族は寂しい。家族だったらね。うん、そうね。うん、うん、確かに確かに。ちなみにアスパラは何の料理に使うんですか？あのでっかいの。例えばアスパラの湯が茹でて、あの、うん、カットしてサラダとか。まあ、うん、使い方としてはそういう感じになる。うん、そうそう。例えばこの2つ買うとね、安くとかね、いろいろあったりして。ありますね。美味しそう、このアスパラ。うん、柔らかいやつですね。あとね、個人的に気になってたのは、うん、トマトのあのひだひだついてるやつ、うん、なんか焼くって言ってましたけど、うん、ああこれこれこれどうやって食べるんですか？これはね、もうそのままあの冷蔵庫に冷やして、でスライスしてオリーブオイルとお塩で食べます。サラダとして食べるんですか？サラダ、うん、私はそうしてます。うん、なんかね、いろんな種類のがあって、うんうん、皮は食べないやつとか、中身だけご飯につけて食べるとか、いろいろあるんですよね。ちょっとね、配信したばかりのトマト会もあるんでね、うん、ぜひ皆さん、でも見ていただきたいんですけど、うんうん、この手のやつは結構ね、焼いた方が美味しいっていう情報は仕入れましたよ。うん、あ、そうなんだ。なんかステーキにしてあるみたいな。そう、ステーキっぽくして焼いた方が美味しい。ああ、確かにありますね。あのレストランなんかで、うん、ステーキを頼むと、この横に焼いてある、ね、横に添えてあるもの、うん、やっぱそうなんだ。あるある、うん、俺も今知ったかぶりで言ったけどね、つい最近知った情報だからさ、うんうん、まあ、そんな詳しくないんだけどあの人から教えてもらったのを偉そうに喋ってるだけなんだけどあとトマトを、うん、あのこの間私お友達とあの中国ホットポット食べに行ったんですよ。中華のあの火鍋みたいなこと。火鍋、うんうん、火鍋、そう、火鍋、はい、で火鍋が3つに分かれてるのかな、中が、うんうんうん、で一つは普通に辛くて、おさ、なんかお肉のベースと他のお肉と、あとはもう一個トマトのベース、うん、で私も初めて知った。しょうこちゃん知ってました？トマト鍋は数年前に日本でも流行って、あ、遅いね、やっぱり私たち。いやいやいや、そうなんだ。遅いとかあったとか、うん、7、8年ぐらい前かな、流行ったかな。わー、すごいね。そうそう、やば。大子ちゃん、まあ、ゃアンテナ張ってるね。あの、私がその鍋屋さんでバイトしてて、で、その時に ありました。トマト鍋って味が。そうなんだ。はい。そう、美味しくてびっくりした。うんうんうん、7年遅れで今初情報やばいで実際にあのひろこさんがあそこの八百屋さんを使う理由ってのは何になるんですか？最初はなんかちょっとおしゃれな感じで、なんかね、うん、であのお店が出た当時はなんかちょっと敷居が高いのかなと思ったけども、うん、あの値段もまあそんな高くもなく、うん、種類も豊富で、他のスーパーと、私がね、他のスーパーと比べると新鮮だなって、うんうん、だいたいね、あの外れがない。なるほど、外れがない。点差であの八百屋さんを選んでるっていう、うん、外れもないし、あのおいしいし、あの新鮮だしね。でそこのカサメイエって言って訳すとアーモンドハウスって感じかな、アーモンドのうちっていう店なんだけども、うん、そのメーカーが作ってる、野菜のポタージュみたいなのとか、うん、いろんな商品があったりするので、うん、そこそこいいもの、オーガニックのとか、あの添加物が少ないものとかが買えるので、野菜を買いに行ったついでにそのスーパーの
ポタージュ系のもの買ったり、そこのパンを買ったりとかしてますね。いわゆるプライベートブランドみたいなことですか。あ、そういうものなのかな。いわゆる自社製品のなんか本当は大手と組んで、あの共同してるけど、そうそうそう、あの声優で出してみたいな、自社ブランド製品として出してみたいな。そうです、そうです、はいはいはい、やっぱりました。はい、ではね、その一方でスーパーマーケットも利用されてるんですよね。毎週行きます。じゃあちょっとね、そちらの動画も、はいはい、はい、じゃあ動画どうぞ見てください。こんにちは。今はですね、スーパーに来ています。よく来るスーパーです。ボンプレウという、カタルーニャのにあるチェーン店なんですけども、そこの、今ビオのコーナーに来ています。この辺は、グルテンフリーですね。お、ちょっとね、画像すみません、これこんな画像で、グルテンフリーのパン、この辺全部グルテンフリーのパンです。で、ここは、野菜と果物のコーナーで、ほら、ここはちょうどエコロジックスのエコの野菜や果物になってます。レモン、オレンジ、バナナ、あ、お豆も、これレンズ豆と、これはひよこ豆かな。あ、ひよこ豆。はい、あとはですね、この辺にリンゴがたくさんあるんですけども、キロメートルゼロっていうのは、この辺 の、 あのカタルーニャ地方のとか、この辺の地元の果物ということです。へー、はい、ちょうどこれさくらんぼもね、あの0キロメートルって言って、このカタルーニャ州ので採れた果物なので、さくらんぼ、カタルーニャのイエイダっていうところで採れたさくらんぼ、早速2パックぐらい買っていこうと思います。うん、だからこの桃なんですけど、この薄、うん、平べったいこの桃が、あの日本の白桃に味が似ていてね、うん、私たち結構大好きです。結構日本人はね、みんな好きですね、この桃。美味しい、うん、今日も食べた。この桃は、セビーヤの桃です。これをね、少し買っていきます。めっちゃ買ってる。これね、いや、これね、一部でカート2台分買ったんで、わあ、これかける2って感じ。それが週1回の量ですか。そうね、週1回でもね、このたまにやっぱり他のものも買ったりするから、このストックとして、ストックないとうち大変だから、はいはい、買いだめもあって旦那さんに言われる、切れてるじゃねえかよって、また言われるから、ちょっと怖い旦那さん、クビになっちゃうからね、主婦クビになるから、うわ怖い、うん、そう、なので今回結構買いました。の彼もしに来たから2台で、はいはい、うん、1人の時はまあカート1台分ぐらいかな、結構いっぱいだからね、結構大量に買いますよね。なるほど、パートナーの方行ってくれたからっていう感じなんで、うん、ちょっとしょうこちゃん、なんか気になるのありました。リンゴいっぱいあるのって普通なんですか。そう、リンゴね、はい、いろんな種類があるんですよ。だいたい3、4、4種類、うん、5種類とか名前がいろいろ違ってね、うん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 、ただ必ず私も買うのは富士を買います。あ、富士あるんですか。富士売ってるんや。へ、うん、もう富士以外は買えない。あ、ね、あ、おいしい。あ、そうですか。ね、ない時はもうしょうがないから似たもの買うけど、うちの子供たちも富士以外は食べない。これ富士って言って、富士だよ、食べないで大丈夫よって言って、じゃないとなんていうの、このわかりますかね、あの仏様にあげてあるリンゴ、モサモサな感じ、ね、うん、もう古いリンゴな感じでシャキシャキ感がない。モサモサしてんだ。そう、モサモサしてるから、やっぱ富士はシャキシャキ甘いから、うん、あ、そうなんだ。もうそれ以外は買えない。あれなんですか。そうなんですね、富士あるんだな、うん、あります、あります。うん、あゆみさん、面白い。なんか気になるもの、うん、あのリンゴはこっちも同じで、あんな感じでたくさんいろいろあるんですけど、もちろんも大体買う種類は2種類ぐらい決めてる、うんうんうん、ね、グラニースミス、
グラニースミス。たまに青りんごは私も買ったりする、うん、グラニースミス。酸味が多めで固めで。うん、ね、はい、先ほどの部位でね、キロメートルゼロってのはあったんですけど、うん、あれはなんですか、地産地消みたいな、なんかそういうコーナーがあるっていうことなんですか。そうなんですよ、うん、スーパーにしろいつも行ってる、うん、まあ、いつも行ってる八百屋さんは基本あの地元のもの、輸入品も入ってるけども、でもスーパーなんかでそういう地元産のゼロキロメートルのは地元産、カタルーニャ州の、もしくは本当にその周辺、うんうん、この町の周りのものを売ってますね、うん、だからその日時によっていっぱいあったりとかもちろんね差はあるんですけども、あるけど、うん、そうそうそう、なんていうの、そういう概念が初めて、あ、地産地消っぽいのはゼロキロメートルっていう言い方するんだなと思って、うん、そうなんですよ、ゼロキロメートルで、うん、あゆみさんとかあります、うん、イギリスではと、あんな風にプロモートしてるところはないんですけど、はい、あのローカルで作ってるっていうことをアピールしてるところは結構ありますね、うん、国産だとかローカル買ってるよっていう、うん、いやなんか、ね、僕なんかそういうプロモーション的なアプローチとしてキロメートルゼロっていう言い方がいいなと思っていいですよねキロメートルゼロってなんかかっこいいなと、地産地消もいいんだけど、うん、キロメートルゼロでされてる、うん、ああいう出し方がいいなと思って結構ね、もうキロメートルゼロって言って、うん、もうおなじみの単語で、子どもたちの学校なんかでもキロメートルゼロの、果物を、うん、配ってくれたりとか、おやつに、うんうん、してますよ。なるほどね、うん、素晴らしい、うん、いいと思います、これは、うん、はい、ありがとうございます。